皆さんこんにちは、岸と申します。さあ今日もですね、トータリーアキュルトバトルシミュレーターTABSをやっていきましょう。はい、今日もですね、モッド紹介なんですが、ヒドゥンユニットというですね、まあ有名なねモッドがね更新来たということでね、これ今日紹介していきたいのと、このねリフレクトゴッド、このねモッドにもこのようにね2つのユニットがいるみたいなんで、これも紹介します。そしてさらにこのウィンターフェストというモッド、こちらにもですねユニットがいるみたいなので、これも紹介します。はい、まずはヒドゥンユニットから見ていきましょう。こちらですね、新ユニットのねまーちゃんと、そしてねこのねソーコストがね1万になってんだよね、強くなってんだよ。そしてオーディンも何やらデザインが超絶かっこよくなってるんで、この3体1体ずつ見ていきましょう。まずはエジプトカテゴリーのまーちゃんとから、ラクダが引っ張る車ですね、ラクダ車ですね。ゼーはねなんかねブーメラン持ったね兵士がですねラクダにまたがっていて、このですね中に入ってるこいつら、なんかベンチみたいな脆い椅子に座ってますけど、こいつらは弓矢で撃つみたいな感じですね。いや強いのかなコスト2000だけど。さあ棍棒戦士と戦わせてみましょう。おラクダで、はい、引きつつブーメランでも攻撃できるということで、そして弓矢は、ま、真横には撃てないね。うん、なるほど。あーラクダが、馬車が壊れたらラクダもやられるという仕様か。さあでも勝ったぞ、やっぱ4人いるからな、攻撃も分散するし結構強いかも。さあバニラプラスでちょっと強くなってるミノタウルスを見ていきましょうか。こいつはですねコスト1600、格下相手なんですがどうでしょうかね。さあ1体やられたぞ、1体やられてしまったが、あーラクダ車が攻撃されて、おーでもいい感じに弓矢が当たってるぞ。さあ HP ゲージの表示し忘れてね、なちょっとわかんないですけれども、あーでも結構いい勝負なのかな。あーやられちまった、格下相手なのに。さあコスト1800、チャリオットと戦わせてみましょう。さあ似たようなユニット同士の対決、おとんだ試合だなこれ、ハマっちゃってるし。おーっと、あとはこのチャリオットのですね、はい、馬車だけですね。あーこれ泥試合になりやすいんだよな。おーいおーすごい、さすが格上、おーブーメラン強いじゃん。さあトロージャンチキンと戦わせてみましょう。はい、複数体ユニットがいるのは同じということでですね、トロージャンチキンの破片で進めない、負けた。さあガトリングガンもコスト同じく2000ですからね、どうでしょうか。ガトリング発射する前に、おお勝った、ありょー。さあコスト2000、グレイブディーカーと戦わせてみましょう。さあどうでしょうか。さあ変身しまくっているぞ、どうだどうだどうだ、おおいいぞ、複数体バトル、これ一体同士の戦いなんだけどね。さあグレイグディーカー、おおコウモリ戦士たちがどんどんと倒していく、いやーどうでしょうか、負けた。はい、見てください、エジプトのですね大行進、さあこの先にはナイルクイーンだ。いやこれ人が担ぐんじゃなくてラクダにこいつらも引かせろよ。さあ相手をするのはテンプル騎士団だ、どっちが強いんでしょうか、やっていきましょう。さあまーちゃんと新ユニットを加えた、はい、おお強いぞ。いやーそのテンプルナイトのねなんか範囲攻撃がめちゃめちゃ刺さってましたね、エジプト勢に。いやーでもナイルクイーンもかなり範囲攻撃優れてますからね、どっちが勝ってもおかしくないということで、おっとテンプルコマンド4体、まだ生き残っている、しかしナイルクイーンが生きているので、あーっとノーバー。さあどうでしょうか、これはいい戦いだ、壁でなかなか進めない。ロボットみてえだな、なんか。さあナイルクイーン本当に突っ込む、負けてしまった、エジプト勢やられちまったぜ。エジプトにね馬車系なかったんで、すごいいいですね、こうやって世界観演出するのにすごいいいですね。はい、マーチャントは、はい次行きましょう。さあ秘伝ユニットがね更新するたびにねオーディンの姿が変わってることで有名ですよね。今回目が光ってて肩からなんかダーククリスタルアーマーみたいなのに、すごいね、かっこいいね、カラスの目も光ってる。さあ戦い方はなんか変わってんのかな、見た目だけなのかな、見ていきましょう。今のところそんな変わってるようには見えないけれども、どうでしょうか。いやでもかっこいいね、色合いとかね、うん、今のところ、あゴーレム召喚が今のとこないですね。あれゴーレムちゃんを召喚するところが見たいな、ゴーレムのねデザインももしかしたら変わってるかもしれないしね。あえこんな複数体にダメージ与えてたっけ、封鎖処分やり。さあおおどうだどうだどうだ、ちょっと変わってるような気もするな、この槍がね範囲攻撃だったような気がするんだよね、もうちょっと。さあ一撃必殺の、あ槍、あこれもなんかこんな感じで突き刺さってたっけな昔から。
エフェクトずっとこうやって残り続けてるもんね。あ、ゴーレム召喚しないぞ。それはちょっと寂しいような気がするな。敵が強敵だったらゴーレム呼び出してくれるかな。いやー、なんか呼び出すあれがないぞ。これがなんか新しいような演出としては多分。あ、ゴーレム召喚した、よかった。好きなんですよこのゴーレム召喚が。さあ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 、オーディン、いや以前よりもパワーアップしてるような気がします。かっこいいね。さあ邪神と戦わせてみましょう。コストあいつも1万だからな。コスト1万同士の戦い、手から腕が生える。そしてこの手数ですよ、やばすぎだろ。いやーすごいですね、神同士の戦いは。ということでね、おっとオーディンどこ行った。オーディンの姿が見えないぞ。一体どこにいるんだ。はい、槍がね降り注いでいるから生きていることはね確かなんですけれども、オーディン近づけない。邪神、あーでもなんか紫のトゲがぶっ刺さりまくってるぞ。さあすごい、フィールド全体を使ってますねお互いのユニット。さすがコスト1万同士の戦いだ。うわーい、はい、グングニルが突き刺さる。グングニルなのかなロンギヌスの槍なのか分かんないですけれども、さあどうでしょうか。今のところかなりいい勝負をしているように見えますが、ゴーレム召喚をなかなかしない。そしてオーディンはどこにいるんだ。じいさん、じいさん一体どこにいる。いや邪神の HP が見えないから、あとどれぐらいでやられるか分かんないし、オーディンがどこ探してもいねえんだよな。これバクってますね。引き分け。さあこいつもコスト1万2000ですからね。はい、格上相手となりますが、はい、ド派手なバトルを見せてくれるんじゃないでしょうか。いやー、まさしく天変地異を起こす戦いだな。すごいすごいすごいやばいんだよ規模が。さあゴーレム召喚、今のところゴーレムの活躍はあまり見れていないからですね。あー吹き飛ばされたゴーレムちゃんが。いやー、ド派手なバトル。これ本当に1対1の戦いなの。すごいね、なんかね、もう規模がやばすぎる。いやー、コスト1万超えのユニット同士の戦いは見応えがありますということで、さあゴーレムが、ゴーレムが、あーオーディン本体やられてしまった。このゴーレムがやられたらもう終わりだ。あー、いたぶられている、とどめ。さあコスト1万2000の意地を見せつけたが、 HP が残り少なかった。うわ、白熱したバトルだったな。さあ以前からいたこの層ね、前コスト8000だったんだけど1万に格上げされてますね。さあコスト1万同士の戦いということで、なんか左手がすげえちっちゃいなはい、見ていきましょう。親子対決ということで、さあオーディンにもですねコスト1万ということで、まあ同じコストですから、これは互角以上の戦いを見せてくれるんでしょうか。やっぱり親父が勝った、負けた。なんか顔ちっちゃくねウケるな。さあソウはですね何か変わっているのかな。いや、もともとね強くてね戦い方もかっこよかったんで、いやこの作者さんはねかなり好きですね。はい、更新は。おお、戦い方がさらにアグレッシブに、そして強く、なんか力強くなってるね、かっこいい。さあボルケーノインペレーター2体と戦わせてみましょう。さあ炎属性にはどうか。さあすーげー焼かれちまったマイティーソー。さあ冥王ハデスとですね、はい、嘆きの巨人ですね。いやこの2体足して1万なんですけど、震えてません？大丈夫ですか？なんかハデスの目玉も変わってる気がするんだよね。ヒデンユニット全体的に変更があったのかもしれませんね。はい、そうとですね、はい、オーディンだけじゃなくてということで、いや強そう瞬殺じゃん。さあ胸厚な組み合わせです。オーディンについに肩を並べました。そうということで、どんな敵もワンパンマン以上にワンパンする、はい、ビリーと戦わせてみましょうか。さあコストは2万同士だ。おーっとビリー、あービームをぶっ放している。オーディンやられる。あとはゴーレムだけになっちまったやっぱ強えなビリーいやアニレボでもタムスでも存在感がすごすぎるんだよビリーは。いやいやいや、ゴーレムあっという間に吹き飛ばされていく。あー、神の無敵の親子がやられてしまうゴーレム結構戦闘してんな、やられたけど。いやビリーやっぱ強っ。さあ親子でドラゴン狩りだということで、グレータードラゴンと戦わせてみましょう。あ、グレータードラゴンちょっとかわいそうかっこいいな、炎もねリアルになってるし、やば。さあ秘伝ユニットの紹介が終わりましたね。次はリフレクトゴッツを紹介したいと思います。ゴッドスレイヤーコスト12000、強そう。すげえ、ライトセーバーみたいに激しく光る大きい剣をね、二刀流ですよ。しかもこの羽綺麗だね、なんかヒョウ柄みたいな。
顔はなんかモシャモシャしてる感じ、そして漆黒の鎧を身にまといなんかダンスしてますね。これどんな感じなんだろう。はい、ボイドモナーク4体分のコストなんですけれども、はい、ボイドモナークに勝てるのかどうか。さあボイドモナーク何体かの魔王化しているにもかかわらず、これはどんどん倒してるんじゃないか。さあ魔王の中の魔王、余裕で勝ちました。すごっ、すごすぎて戦い方がよく分かんなかったから、ちょっとマンモスで見ていきましょうか。うわ、すごいすごいすごい、マンモスを軽々吹き飛ばしていると。これはやばいユニットだ。え、この黒いのなんか呪いみたいなやつで、これ継続ダメージか。うわ強っ。ちょっと何が起こったかよく分かんなかったな。おー、あーすげえ、なんかね、ちょっと待って、すげえチートなことしてない？なんか遠くにいる敵もね、ズバンって切ってんだよ、ほらほら、キーンって。うわすごっ、ちょっと待って、どんぐらいこれ範囲広いの。さあちょっとね、距離を置いてトロージャンチキンと戦わせてみましょう。わー遠い。うわー、ちょっと待ってくれ、マジチートなんだけど。コスト1万2000でこれか、やばくない？さあこの広いフィールドならどうだ。めっちゃ遠くにペガサス部隊がいるんだけれども、さあこれどんな感じの戦いになるんだ。いやー、どこら辺で、これ、あー届いてる、めちゃめちゃ範囲が広すぎる。切りつけられてるよ、ダークスラッシュみたいなやつで。はい、ペガサス軍団全滅、羽根切られて落ちてるもんな。ちょっと待って、これ強すぎないか。いや、多少のチートキャラではもう驚かなくなってるんだけど、これはちょっと目新しいですね、この脅威の射程。うわ、ゾロみてえだな、飛ぶ斬撃、飛びすぎる斬撃。しかもさ、何体いようがさ、全部漏れなく同時に切りつけてる気がするんだよね。はい、ペガサス、ほら同時に切りつけてるから、やべえ、何体いようが関係ない。はい、敵をですね、もう全体攻撃する感じですね、多分ね。そっか、これどんだけ遠くに離れてても全体に攻撃できるみたいな感じなのかな。超チートじゃん、やばすぎない、ちょっと。はいはい、おー、もう骸骨兵をこれでもかと言わんばかりに配置してみました。はいはい、みんなにちゃんと入ってます。やばい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 、あ、え、聞いてない、骸骨兵に聞いてないぞ。なるほど、聞く聞かないがあるのか、それとも骸骨兵かわしているのか。さあでもどうなんでしょうか、これね、遠距離攻撃が効かなくてもこうやって近づいた時も強いはずですからね、ということで。うわーすごい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 、うわー大きい、骸骨がまるで赤ん坊のようにどんどん切りつけられていく。うわー、ド派手すぎる。でもちゃんとダメージは受けているぞ。さあすごいな、集まってくるタコ殴りに合っている。これはまさか、やられたー、チートすぎるわけではないということが判明しました。しかしね、斬撃が効く効かないがよくわかんないんですよね。ちょっとそこら辺を検証したいんですが、さあヘリコプターがめちゃめちゃいるぞ。ヘリコプター、はい、撃墜されてるね、かっこよ。何それ、ちょっとビジュアルかっこよすぎるんですけど。ほら向こうにですね、ヘリコプターと戦車が見えるでしょ。それがね、あっという間にね、はい、破壊されますから。あ、戦車には、あ、効いてる効いてる効いてる、あー撃たれてるぞ撃たれてるぞ、大丈夫か。あーでも倒した。うわすごっ、やばい、かっこいい。ゴッドスレイヤー、神を倒すものということで、はい、雷神ソウと戦わせてみましょう。さあソウの方がコストが低いんですが、どうでしょうか。はい、ゴッドスレイヤーにゴッドスレイヤーされちまった。よし、じゃあ今度はオーディンと、はい、ソウということでですね、2対1、これはゴッドスレイヤーかなり分が悪いぞ、コスト的にも。さあ負けちまったか、ゴッドスレイヤー、ゴッドにスレイヤーされちまったな。さあこのゴッドスレイヤーよりもさらに強いユニットがいるんですよ。それがこちら、コスト3万だよ、バスティオン。はい、巨大なシールド、なんだこれ、城壁を持ってるね、巨人ですね。うわすごっ。なんか塔のヘルメットみたいなの被って旗もついてますね。うわすげえ、なんかワンピースに出てきそうだな。こうやって見るとアイスジャイアントが赤子のように見えますね。さあバスティオンの戦い方見ていきましょう。お互い大きすぎてさ、 HP が見えないんだよ。え、ワンパン、ちょっと待って。打撃強すぎない。さあ疫病サウルス5体と戦わせてみましょう。ワンパンだな。全然ワンパンだなこれ、シールドアタック強っ。しかも防御しながら攻撃してるからね、攻撃は最大の防御。うわーすげえ、なんか突っ込んできたけど負けた。さあさっきのゴッドスレイヤー2体と戦わせてみましょう。おーっと、はい、ワンパンですね。ゴッドスレイヤー赤子じゃん。
さあこの戦車軍団の砲撃に耐えられるのかどうか見ていきましょう。ポカーン、おお、食らってない。そして戦車がどんどんと爆発していくただ覆いかぶさるだけの簡単なお仕事。さあ戦車がどんどんと破壊されていく。配列をもっときれいに組めよ戦車軍団。そして盾を使っていて全然 HP が減っていない。この分厚い壁によって、いやー、全ての攻撃を無効化しているのか。これはやばいぞ。全然効いてないぞバスティオンに。いや、やばすぎだろこのユニットさあこの強大な城壁、ちょっとすごすぎるだろう。どんな攻撃も跳ね返しすぎだろう。ダーク小作人界のですね、はい、ダーク攻撃にも耐えられるんじゃねえかな。見ていきましょう。あ、さすがにワンパンじゃない。お、そしてダーク小作人がカスター勝ったね。あー、まあちょっと安心したね。ダーク小作人はでもチートキャラですから、ポスト3番には勝ってもらわないとね。さあこのワンパンマン並みにワンパンビームを発射するビリー、こいつコスト2万だからバスティオンより低いんですけども、ビリービームは効かない。ビリービーム効かない。ビリーの天敵現る。そしてビリーのビームと同じで、このね、はい、縦盤でワンパンですねマジか。まさかこれワンパンマンもワンパンできる。ちょっと見ていきましょうか。でもさっきダークの先に聞いてなかった。あ、かわしてるかわしてる。おお、ちょっと待った。わー、やられたね。一瞬ね、ワンパンマンやられたかと思ったんだけど、うわ、さすがワンパンマンだ。はい、チートキャラセラフィムと戦わせてみましょう。セラフィムの攻撃も、おお、すごい、受けてない、攻撃受けてない、すごセラフィム、これ天敵かもしかして。さあ、でも負けたね。いや、セラフィムに勝っちゃダメだろうということで、これいい塩梅なんじゃないですか。しかしながらこれコスト3万安すぎると思います。グレータードラゴン、はいすごいすごい吹き飛ばされてんなうわー、グレータードラゴンこんだけ置いてもね、コスト3万の前に散っていきますからね。コスパ良すぎでしょバスティオン。はい、倒したこの覆いかぶさり攻撃もなんか滑稽だしな。へえ、面白強すぎキャラですね。さあ最後は不気味に微笑むミラキュラス、コスト12000。これはウィンターフェストというモッドですね。おお、聖なる軍団に所属されてるけれども、なんか勘はちょっと悪っぽいんだよな。面白いですね。ミラキュラス、奇跡という名前なんですが、奇跡を見せてくれるのか。なんだそれは、なんだその、なんだド派手だぞ。おお、ロックオンロックオンロックオン、うわー、なんだ、何が起こった。すごいぞ、エフェクトがド派手だ。これまたですね、フィールド上にね、いっぱい配置してもね、はい、さっきのねゴッドスレイヤーと一緒で、もうどこにいても攻撃できますねみたいなキャラでしょこれ。ほら、範囲が広すぎる全体攻撃のね。さあこの後ボーン、これは単体技か。いやー、面白いこいつの戦い方、すげえ見応えがある。うわやべえ。はい、これモッドがね違うんですけれども、このゴッドスレイヤーコスト12000、そしてこいつもね全のコスト12000ということで、クロノマンサーの対をなす存在ボイドモナーク。はい、こんな感じでですね、モッドが違うんだけど見事にコストもね、はい、12000同じですね。はい、対立してますね、ゴッドスレイヤーとミラキュラス。さあこのまま戦わせてみましょうか。はい、正義の軍団が勝つのか、悪の軍団が勝つのか。なんだこの激しすぎる盤面はやばすぎるだろう。さあ、うわ、近づいて見ていきましょう。あれ、ミラキュラスが勝ったね。うわー、ゴッドスレイヤー散った。いや、これクロノマンサーとの相性かなりいいね。クロノマンサーが時を止めて動きを封じて、ミラキュラスでね一方的に攻撃していくというね、はい、すごい悪魔のようなコンボが実現しております。うわ、ミイラ軍団あっという間にやられていく。いや、強すぎだろちょっと。奇跡が起こりまくっちゃってんなこれ。あれ、ミイラのデザインも変わっている。うわー、ごめんミイラ、お前を紹介し忘れた。ちょっともう一回ミイラ見て、結構かっこよくなって、こんな武器持ってなかったからね。うん、でもごめん、やられ役だ今日はミイラすまないあっという間にやられていくミラクラス秘伝ユニット、他にもね変わったユニットいっぱいいそうですね。いやー、これはちょっと強すぎてますねミラキュラス、マジで奇跡だわ本当に奇跡のような強さだわ。うわー、派手、何よりも派手で戦い方がめっちゃ好き。おいおい、近づかない方がいいぞこのミラキュラスに、やばいことになんぞでもね、決してねめちゃめちゃ強すぎるわけじゃないので、それがまたいいですよね。今のところ負けなしですけれども、さあこの後ちょっとチートキャラと戦わせてみましょうかね。うお、やば、
さあ、シャドウジェネラルコスト1万8000と戦わせてみましょうか。あれ、シャドウジェネラルの攻撃があんまり、あ、入ってる入ってる。あー、でも勝った、すげえ。いや、ミラキュラスめっちゃ強いな。さあ、カオスとも戦わせてみましょう。カオス、ミラキュラス、どうかな。カオス結構HP 少なかったからな。さあ、どうでしょうか。ミラキュラス、どっかに吹っ飛んで、おー、地上に戻ってきた。負けた、カオスに勝ってる。これはかなりコスパがいいユニットだぞ、ミラキュラス。はい、神の親子にもこれだったら勝てそうだよね。うん、めちゃめちゃコスパがいいわ。いやー、コスト1万2000でこれだけのね、敵大勢とね、戦えて、結構 HP も高そうなんでね。いやー、これはなかなか強さの指標になりますね。こいつに勝てたらマジで結構ね、強すぎるぐらいですね。いやー、でも面白いな、こいつの戦い方。ミラキュラスが今回のキャラの中で一番好きかも。さあ、今日紹介したユニット同士を戦わせてみましょう。はい、このね、バスティオンに勝てるかどうか、こいつら。おまーちゃんとお前らだけなんかちょっと場違いなんだよな。神々の戦いに首を突っ込んできたラクダ社ということでね、見ていきましょう。さあ、皆さんどっちが勝つと思いますか。さあ、無敵のバスティオン、はい、城壁、屈強な城壁を崩すことができるのかということでですね、いやー、タブス相変わらずですね、面白いですよね。引き続き新しいモッドが出たらね、紹介していきたいと思います。今日の動画面白いと感じてくださったら、高評価チャンネル登録をぜひぜひよろしくお願いいたします。まさかお前が一番のチートキャラか。全然 HP 減ってねえんだよな、バスティオンに殴られても。ほらなんでお前、なんでそんな無敵なの。バグっちゃってるかもしれませんね。はい、というわけで、それではまたねー。いや、マジでお前なんでやられないの。